はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーリバイスのヒーローデザインがアメコミヒーローを元ネタにしてるんじゃないか説。いや、これね、ちょっと2号ライダー3号ライダーが現れたことでちょっとこの説が濃厚になってるような気がしますので、一体ずつ見てこう。リバイスの2人のリヴァイに関しては、これもう放送前からベノムっぽいよねみたいな、すごい悪役顔だよねみたいなことをみんなも僕もみんなも言ってたし、やっぱ改めてこうやって並べてみると、目のこの吊り上がった形状だったりとか、口周りの牙ね、大きな口プラス牙があるところとか、ほんとベノムっぽいっすよね。まあ、ただ本体カラーとか首から下は特にベノムっぽい要素はありませんが、強引なことを言うんであれば、もう片割れの仮面ライダーバイスの方のカラーリングがベノムのブラックとホワイトと同じカラーなんじゃないかっていうね。ベノムも今ね、単体映画があったりとかして、同じベノムでも様々な個体がいて、まあイマジンと一緒っすよ、電王の。そう、あのベノムはね、電王っぽいからバディモノを好きな人は見た方がいいよ。ただこの時点だと、まあ顔似てるな、ちょっとベノムっぽいよね。まあでも悪魔モチーフだし、悪魔的なちょっと不気味な頭部を造形したのかなっていう風なところだったんですが、次バイスに関してはこれみんな思ってましたけど、デップっぽいんですよ、デッドプールっぽいんですよ。見た目こそ全然違いますが、同じように本心が全くわからない上に軽口をいつも叩いてて、しかも画面の向こう側の視聴者、僕らを認識することができる第4の壁を超えられる存在というか、バイスもテレビ本編になってからはあんまりないけど、カメラ目線をすごい意識したりとか、さあ皆さんご一緒に3、2、1ドーンみたいな視聴者を煽るような表現だったりとか、その辺もデップと同じですよね。ちなみにデッドプールの映画は意外と悪がなかった1に反して2がねめちゃくちゃ面白いんで、割とちゃんとヒーローだしね。あの2本当面白いんでぜひ見てください。そして仮面ライダーエビルですよ。ここまでは、まあ、コウモリモチーフっていうのはよくあるし、こじつけるのは無理があるかなと思ってたんだけど、グリーンカラー部分はもしかしてジョーカーとかそういう要素が入ってるのかなぐらいだったんだけど、予告できたのがこれっすよ。はい、ヒロミライダー、今回はスパイダー雲のバイスタンプを使うんですが、アンダースーツが赤と青。これは完全にスパイダースーツでしょう。この時点で、あ、やったなとアメコミヒーローやったなっていう風に僕は思って、じゃあ改めてちょっと画像を並べてみてツイートしたんですよ。400リツイートぐらい、300だか400リツイートぐらいされて、なかなかの反響があって、やっぱりみんなそうだよねと思ってた人と気づかなかったっていう人も結構多くって、まあでも過去にスパイダーモチーフで赤色っていうキルバススパイダーもいましたから、なんとも言えないところではありますが、カラーリングがあまりにもまんますぎるんだよな。改めてエビルを見ると、まあコウモリだからブラックで、でこれ逆さなんですよね。コウモリの頭がここね、でこっちが羽になってて、上からぶら下がってるようなコウモリ造形がここにありつつ、でこのベタッとペイントされてるようないい加減な柄がジョーカーのこの雑な化粧、特にダークナイト版のジョーカーに関しては化粧がすごい雑ですよね。あ、ちなみに僕は割と最近のスーサイドスクワッドに出てくるあのエレガントでかっこいいジョーカーが好き。なのでエビルもダイジが変身するとはいえ、基本はカゲロウ側で変身ですから、そのカゲロウ側を意識した、まあ、ヴィラン側を意識したカラーリングになってるんじゃないかなと。ここさ、ベルト明らかに顔が2つついてるし、またこれに関しては別の動画で詳しくやろうと思っておりますが、なのでなんか2モード変形するんじゃないか疑惑があるけど、とりあえずエビルの時点ではバットマンとジョーカーを掛け合わせたようなヴィランライダーっぽくしてあるんじゃないかなっていう風に僕は予想しますね。バットバイスタンプ自体が白黒ってことね。でさ、ほらこの武器にもさ、パープルが入ってて、この辺もジョーカー感ない、言われてみればグリーンとパープルなんてまさにジョーカーっすよね。なんでバットマンとジョーカーの愛の子みたいなのを意識されてるんじゃないかなって思っております。そしてヒロミライダー、これはもう言い訳できないぐらい赤青でアンダースーツ彩られておりますから、
もうスパイダーマンだよね。そこからプラスアルファ機械的なアーマー造形が上から装着されてるような感じで、このドライバーがあれだよね、ヒロミが持ってた新しいドライバーですね、序盤に登場した。でスパイダー雲のバイスタンプで変身するってことで、てか多人数ライダーかほんと早い。僕の予想としては年内は2号ライダー、まあ、大事が変身するぐらいで止めて、年末にいつも新ライダーと新ベルトが来るから、そこで3人目が来るのかなって思ったけど、7話でも来週もまだ7話とかだよね、で新ライダーが来るとか、思ったより多人数化すごいスピードで進んでいく感じだな。でヒロミライダーに関してはもう一個公式画像がありまして、それがこっちですね。はい、正面から見ると結構印象が違って、スパイダー蜘蛛の巣が右肩から生えてるような、こう見るとスパイダーマン感全然ありませんけど、割とここでも悪ライダーっぽいんだな。あとはヒロミはね、第1話に悪魔を生み出しましたが、悪魔と相棒とか契約とかはどうなるんですかね。まあこんな感じで3号ライダーまで登場した時点でアメコミヒーローの要素がベースになってるんじゃないか説が出てきましたが、皆さんどうでしょうか。じゃあそれを踏まえて次誰かってことっすよやっぱりここまでバットマン、まあ僕は勝手に言ってるだけですが、ベノム、バットマン、スパイダーマンときて、有名どころのヒーローが元ネタになっている説があるってことで、じゃあ次誰が来るかっていうと、まあ分かりやすいところで言うとこの辺りなのかなと。マーベルとか DC とか関係なく、もうヒーローってくくりで言うと、やっぱアイアンマンは外せないっすよね。人工の悪魔、強引に人間から分離させた悪魔とか、人工で機械で作った悪魔とかで変身する仮面ライダーとかありそうじゃない。なんかジョージ狩崎オープニングでライダーを研究してる映像があるから、そこで強引に悪魔とライダーを掛け合わせてアイアンマンモチーフのライダーが登場するとかありそうじゃない。なんでアイアンマンと、あとやっぱキャップね、キャプテンアメリカも、まあでもこれゴリゴリの正義の味方ヒーローだから、キャプテンアメリカモチーフが登場してヴィランライダーとかはさすがにありえないので、まあ、正義の味方っていうとね、もう一機がいますから、どうなのかなとは思うけど、まあ、キャプテンアメリカとかもありそうだし、ハルクとか個人的にマッチョライダー出てきそうな感じなんですよね。まあ、リバイスがそこまで多人数化するのかってところではありますけど、まああとはウルヴァリン、ウルヴァリンも単体映画だったりとか X メンのね主役で頑張ってますから、というかね X メンもなんだっけ、ウルヴァリンのさラスト映画ローガンだ、そうそうローガンとか X メン的なアクションを全部撤廃してドラマだけに特化したっていうすごい映画でしたよね。あれも面白かったけど、でも X メン系はさ、なんかこう微妙に作りな設定が作り直されたりとか、あの時系列が、あの時代がちょっとぐちゃぐちゃだったりとか、あとまあ現在と過去がガッタこう現在と過去が連結して話が進んだりとか、ちょっとややこしいところあるんだよね。爪モチーフ、これはヴィランライダーとかで登場してもありえそうですよね。まあ、この辺のモチーフライダーヒーローが出てくるんじゃないかなと。まあ、あと他にもね、まあ、個人的にはブラックパンサーとかマイティソーとかアントマンとかあの辺も好きなんだけど、なんかライダースーツ的に要素を入れやすいのはこの辺りとか入れやすいんじゃないかなって感じですね。ちょっとこれは4号ライダー以降注視が必要ですね。次ほんとこの辺りのキャラクターモチーフがムキムキのこのグリーンのライダーとか出てきたらやったなっていうあやったなっていう感じになると思いますので、4号ライダーちょっと気にしてみましょう。以上レオンチャンネルでした。